こちらです。ホタル。アマチ。文明年間水月。真夏に似合わぬ肌寒き夜、犬塚信乃は古賀の町を目前にせり。その手に携えしが偽の宝刀とも知らずして、何？時代とはどういうことだ。神様直々の嫁取りに花嫁が出奔するとはいかなる失態か。とにかく今四方に追っ手をかけております。どうかどうかその前に目を回す。おお、神代様、かねてよりご所望の村雨丸ここにございます。どうかこれを七六目の真心とおぼしめしてお納めを。おお、これが将軍家の地方、村雨丸か。村雨丸は天下の名刀、抜けばたちまち水気ほとわしに七色の虹が目を打つと言われまする。これぞ英明高邁なる神代様にふさわしい持ち物でございましょう。見事な村雨よ。どんなバカな。神代様をたぶらかすとは言語道だ。私は何も存じません。すべてこの男が。何かの間違いでございます。あだ言うか。どうか命ばかりは。許さ。なんだ。Ha ha 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 ha!
お許しよ、何でもいたしますゆえ、どうか命ばかりは。助けてやらんでもないが、こいつはどうかな。この匂いは。いかがなされました神代様。うわ、なんだ。どうもせん。それどころか素晴らしいものを見せてやるわ。神代様。おえー、学蔵改め犬川宗助は記録が屋敷へと急いける。志野に事を告げんと心は流行るの、今はまず浜地が死、親元に伝えんとするものなり。おかしい、俺の弾は義の文字が浮かんでいたはず。散々苦しめられた主人であろう。一つとして楽しい思いなどしておるまい。こんなものの敵を取る義理がどこにある。忠義などと愚かなことよ。ってことだ。
犬川宗介、呪い師一族よ。なぜ俺の名を。くそが。離せ、ガノ。死ね。ということだ。貴様がやったのだな。私はご主人様の仇を取っただけだ。神代様が化け物に取って代わられた。獣だと世まいごとを申すか。ひっとらえ。嘘など言わん。じゃあこんなところ話せ。何をつれ、私は行かねばならないとだ。うるさい下郎が。なんという無謀さ。これより二日後、犬塚氏の森高は古賀城下の町に宿を定め、城主足利成氏との会見を求めて執権横堀不死と有村が屋敷を訪ねけり、遠き大塚村にての惨劇がその耳に届くべきもなし。なるほどの。結城の合戦で負傷し不治の病に侵されたゆえに、犬塚万作自らがこの場に来ることはできず、また返還がこのように遅れたと。もっともないようだな。父は最後までお刀を守り、自分に代わり果たせと。まこと殊勝な心がけ。ただしまことであればな、昨今は恩義を忘れ褒章をのみ望む者、また成氏様がお命狙う輩もおるでな。よってまずこの場にて身どもが改めさせていただく。お待ちください。それは先代足利が持ち主公より犬塚に預け置かれたもの。私がそれをお返し奉るのは持ち主公が一子、成氏様お一人だけでございます。臣下が改めるとは不遜と申すか。御所様への謁見許され次第、城からの使いをお主の宿に向かわそう。村雨は抜けばたちまち水気ほとばしると伝にある。自信なくばそれまでに宿を引き払っておくことだな。
兼横堀有村からの使いは翌朝になりしも姿を現さず。何者だ。聞きたいことがある。あなたの右腕のそのあざ、ボタンの形であろう。今一つあなたは不思議なる玉を持っておられぬか。何者だあなたたちは。犬塚様、お城からお使いの方が参られておりますが。おお、そうか。村雨はあなたに災難を招くだろう。だがそれを払ってこそ道はあると知られ。有村。水気が立たん。虹も出ぬぞ。伝えと違う。たばかるにことかき、よもやこのような名枕を持参するとは、よい度胸。何をなさる。黙れ黙れ。赤子でも騙されぬ名枕を御前に持ち込んで何を企んでいるや。何かの間違いでございます。何かの間違いでございます。私は確かに、申し上げます、村雨丸は網干左文次郎と名乗る男によってすり替えられたと思われます。三日、いや5日のご猶予をいただければ必ずやその男から取り戻し。おれはそのような言い逃れが通用するか。しかし、しかし刃こそ違えどそのこしらえ、唾も目抜きも縁頭もまさしく本物のままのはず。偽りを見抜かれながらまだそのような、お方上杉が刺客であろう。何をおっしゃるのです。構わぬ、取り押さえ切り捨てよ。御所様、またねえご一同、私の言葉を。何をなさる。話を。おい、殿がお命を狙う極悪人ぞ。ああ、ああ、ああ、無様だね、シノド。その声は、アボシ。主君と慕う者に追っ手をかけ、野良犬のように逃げ回る。黙れ。無
牛堂とほざいても虚しいもの。所詮城に飼われた犬と同じ。いっそもっと自由に己の欲望のままに生きたいとは思わぬか。黙れ妖怪。キレーその虫キラを切り捨てよ。父上は何故腹を切った。私が浜地を置いてまでここに来たのはなぜだ。全ては忠義のため、武士の道と信じたからではないのか。こやつを殺せ。何をしている。よう苦労する者、生かしてこの城から出してはならん。おのれ。誰やる。御所様のお手当てを。あの男ぶち殺せ。生かして返すではないぞ。御所様。誰でもよい。犬塚氏の打ち果たす者おらんのか。御所様、あの者に任せてはいかがでございましょうか。ならぬ。それならぬぞ。有村、ダメだダメだ。有村。出ろ、源八。何をしたというのだ。こんなところで一体何を。俺はやってる。来るな。私は貴公に恨みはない。わからぬか。これ以上の争いは無益だ。元古賀城国書番犬飼源八、君命によりその方を捕縛する。神妙にいたせ。首尾よく召し取ったら元の職に就かせると言ったものの、あやつ信じたかどうか。共倒れをお望みであるよね。どの道内首の輩から。貴様も武士なら死ぬ時くらいは本気で叩く。それが礼儀っちゅうもんだ。
やる気になったじゃねえか。やるじゃねえか。まだ名を聞いてなかったな、犬塚志乃。Come on.